どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しくできるようになっちゃうよということで日々簡単レッスン公開しております。今日も張り切ってやっていきます。今日のね課題曲はこちらです。どうもヨルシカの春。こちらの曲はですね、早々のフリーレンというアニメのオープニングソングということで、すごいこうふんわり優しいんだけど中に強さを秘めたような、なんていうかね、透明感あふれるすごいいい曲です。でこれね、あのかっこいいバージョンはですね、ちょっと面白いリズムっていうか、かなりねかっこいいんですけど、ちょっと難易度は高いですけどね、完全再現しております。簡単バージョンはね簡単にしてるんで安心していってください。さあ今日はですね、 G ラボのブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。こちら初めてウクレレはなんと Amazon ですぐゲットできるようになっております。初めてウクレレっていう感じで Amazon でちょっと検索してみてください。はい、チェックよろしくお願いします。さあ2月のね17、18長野県松本市で G ラボウクレレのポップアップショップオープン。すべてのモデルのね試奏できますから、ぜひね弾いてください。これ最強最高のウクレレですからね、もちろん 無料ですからね、よろしくお願いします。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレレ超シンプル簡単バージョンです。とはいっても歌はですね簡単にはできませんからね、歌聞き込んで、張り切ってトライしてみてください。後半はかっこいいバージョン、こっちはねさっきも言いましたけどね、なかなかねかっちょいフレーズ、ちょっとやってみましょうか。こんな感じ、ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ。これバッチリ進めていきますんでね、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めよう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生どんどん自分で好きな曲生み出せるようになりますからね、ぜひ始めてください。さあそれではレッスン入っていきましょう。ヨルシカの春、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくり四つ引きなんで安心してください。これをまずやってみましょう。やってみる。 1,2,3,4。ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみました。いやー、今のシンプル簡単バージョンで4つ引きだとちょっとやっぱりね、原曲の雰囲気っていうのはちょっとなくなっちゃうんですけど、まず歌中心でですね、まあ、コードを弾いて歌う、これが弾き語りの基本なんで、このかっこいいバージョンではその世界観をね、もう可能な限り再現されてると思うんですけど、まずはこれで歌をしっかりつかみましょう。でもこれ歌い始めたらわかります、この気持ちよさというかね、この
さっきも言ったけど、すごい透明感があるね、こう、なんていうかな、芯が強い曲だと思うんですよね。その辺をですね、まずはこう、歌ってじっくり、歌詞の内容を読み込みながらメロディーを歌っていく。これをまず、最初やってみてください。今の、バージョンはですね、アニメのオープニング、の長さだと思いますね。1分40秒ぐらいのやつをちょっとゆっくりバージョンなんで、かなりそれでも2分オーバーの長さになってると思うんですけど、まずこのスピードでゆっくりこのオープニングだけやっていただければというふうに思いますけど、ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらゆっくり練習してもらって、1個目のゴール設定としては、今ガズがやった簡単版のガズさんと一緒に合わせてできるようになったらもう素晴らしいと思いますよ。はい、そこまでね、ちょっとまずこうゆっくり練習してもらって、とはいえこれ結構歌のタイミングとかね、結構ね、聞き込み必要だと思いますけどね。はい、一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに、皆さん一人だけで、歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱり大変でしょうから、まずはやっぱりね、楽譜みたいなものを見て何回も何回も練習して覚えちゃって、いずれ覚えちゃって大空に向かって夜空に向かって歌うっていうのは最高だと思うんですけど、でも楽譜ってそうは言ったってどこに楽譜あるのよということだと思いますが、安心してください。今のね、演奏はガズがね、手書きで書いているこのノートをですね、見ながらガズは演奏していったんですね。39冊目。はい。こんな感じで書いてあります。はい。これ書いたやつをもうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんっていう風にシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しました。ガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な、もう山のようにあります、楽譜は。の中から毎月5曲。皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたい、みたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回、ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。春ヨルシカ、はい、早々のフリーレンのアニメソングオープニングテーマということでなっておりますが、見ていきましょう、楽譜を。イントロですけど、Am、Em7FFC かける2、これ2回繰り返すんですけど、ここになんかちょっといろいろ書いてあるでしょ。これかっこいいバージョンではここかなりかっこいい、ことになってますんで、ちょっとこれご期待ください。シンプル簡単バージョンはこのシンプルにこれをずっと繰り返していく。この A メロのところはほとんどこのコード進行ですからね、やっていきましょう。で、ここの下にくるっと囲ってるコードは、かっこいいバージョンではちょっとコードが変わりますよという案内でございますんでね、参考にしてみてください。じゃあこんな感じで画面に映しておくので、お時間ある方は一時停止して、書いていただければというふうに思うんですけど、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きのノート楽譜のデジタルデータお手元にダウンロードしていただくのめちゃくちゃ今日も有効です。今日もね、この A メロの、ね、言葉のタイミングとメロディかなり難しいんでね、これ参考になりますよ。ガズのノートの特徴は、この言葉の上に点とかこれついてるでしょ、これ V とか、これがね、タイミングがわかるんですよ。ちょっとやってみましょう。せーの、さん。あなたは風のように目を閉じて。わかる？このコードが変わるときにこれ点がついてるんですよ。あなたは風のように目を閉じて。これ伸ばすときはこの V です。こういうのめちゃくちゃ役立つんです。あとワンブロックに対しての位置関係とか、歌詞カードには載ってないこの伸ばすところとかね。もうめちゃくちゃなヒントがここに詰まってるんです。ガズの手書きノート。ぜひガズクラブにご加入いただき、ゲットしていただくのもおすすめいたします。お時間ある方はこの通りに書いていただければいいと思います。
まず1番、2番。この辺がね、ちょっとこう混んでくると、ここかっこいいバージョンではでっかいキメが入ってきますからね。ご注目でございます。はい、そしてもういきなりサビですね。このサビがですね、まあエモーショナル。ここ一回止まったりなんかする。ここはかっこいいです。で、ここのターターターっていうのを今気づいたと思うんですけど、あれね、練習してもらったらこれできると思うんだよね。一回止まってターターターです。これちょっと後で解説していきますけど、やってみてください。はい。ひとまず写しとくんで、この通りにメモして、ノートとかに書いて、ゆっくりやっていってください。ここ、タタタとかツタタタとかね、いろいろ書いてあります。これは盛り上がるよ、かっこいいバージョンでこういうね、盛り上がりを入れてやっていこうということでございます。はい。で、最後にイントロの、フレーズを弾くんですけど、はい。ここもね、ダーンダダンとかっこいいバージョンではここちょっとおとなしくなってやる。そんな感じの、オープニング尺、テレビのオープニングの長さの、アレンジになっております。さあ出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるコードはちょっとね隠しといて、今シンプル簡単バージョンはコード6個です。言っていきましょう。 C と Am と F と G7 E7 Em7 のこの6個はめちゃくちゃ簡単入門コードのグループなんで安心ですよ。これ入門コードです、これはこれです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、いっぺんにねドーンと10個覚えようと思うともうごちゃごちゃになるんで頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。さあそれではかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。これね、さっきも言ったんですけど、歌のメロディーっていうかこのね歌の流れがすごくいいんですよね。あなたは風のように目を閉じては言う、すごいこうまたいでるっていうか、このねしなやかなこのメロディーラインがねもうたまらなくハマるんですけど、まあその分難しいっちゃ難しいですけど、まあまあ聞き込んでですね、まあしっかり歌掴んで、これからかっこいいバージョンをねここですごい悶絶かっこいい高難度レベルのリズムが始まるんですよ。なんで歌をしっかりここで掴んとかないとえらいことになりますから、はい、聞き込んでいきましょうと。はい、じゃあかっこいいバージョンの解説ここから入っていきます。かっこいいバージョンは2個コードが追加。まず1個はですね、一瞬ですけど Gm7 というコードを使っていこう。はい、ここ1弦の1フレット、2弦の1フレット、3弦の2フレットです。どうやって押さえるかというと、ガズはこうやって押さえてちょいですね、人差し指で1弦と2弦の1フレットギュッと押さえちゃってちょいってやってます。はい、反らせる、これ反らないよっていう方はこう押さえるとか、こうとかこうとかこうとか、これいろいろやって、 Gm7 ちょっとね苦手な方多いんでね、概要欄に Gm7 の徹底解説動画、リンク貼っとくんで URL、 ちょっと Gm7 極めてください。一瞬なんですよ今日これが。これは後で解説していきます。あともう一個今日とっておきのコードでね、 Am 星っていうガズルウレレオリジナルコードです。本当は正式の呼び名があるんでしょうけど、イントロから A メロと最後のエンディングのところで独特のフレーズがあるんです。そこでね Am のところでのこのちょっ と特殊なコードっていうか、 Am を押さえといて2弦の3フレット、この音がすごく響いてたんですよね。このコードを使います。だから Am と2弦の3フレット、こんな風に押さえたり、こんな風にちょっとこの押さえ方人それぞれでいいと思うんですけど、こうでもいいしこうでもいいし、はい、Am 星というガズレレオリジナルの表記にさせてもらいました。本当は Am 星っていうコードネームないですよ。ただ Am 押さえて2弦の3フレット押さえてねということです。こういう響きになります。今日このコードを使ってやるね、リズム。前半のね、このね、リズムがね、もうほんと特徴的で、このヨルシカの春はね、このイントロを聴いただけでね、あ、なんかクッと来るような、そんな印象的なギターフレーズをウクレレで再現しているんですけど、それをやるにはね、かなり今日リズムがですね、問題になります。今日出てくるリズムは一応こういうことになります。8ビートのちゃんとカッティングなんですけど、これただことじゃないんですよね。まあまあ、ひとまず基本はこうです。これ、解説動画概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、この2つの弾き方の濃厚解説レッスン動画があるんで見てもらいたいんですけど、今日はね、なかなかこの最初のリズム、やってみましょう。Am のところは Am 星1弦の、あ、2弦の3フレット足した Am ね。はい、これでちょっとやりますよ。ゆっくりやってみます。まあ、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、かっこいいでしょこれ。これ超難しいと思いますよ。まず最初にチャって止めるんですよ。チャッタンダダン、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 1、2、3、4、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 1、2、3、わかるかな。これね、カッティングっていうより、カッティングっていう感じじゃないんですよね。最初チャを弾く感じです。チャッタン、
簡単でしょ。チャッチャの時にこうです。チャの時に止めてるんですよね。ほら、これを利用してます。わかる？これです。で、しかもこれ原曲通りに、合わせるとすると、ビブラートをかけるとかっこいいですね。ちょっとビブラートかけてみましょうか。せーの。ビブラート。これビブラートはですね、この動画が参考になると思うんで、ちょっとこだわりたい方はこの動画見てちょっとやってみてください。コードでやるときはちょっと難しいんですけど、まあこれはちょっと最上級レベルですよ、ビブラート。なんでこれ最初気にしなくていい。まずこのリズム、ちょっと練習しましょう、このコード進行で。ワン、ツー、スリー、フォね、歌うんですからね、これ弾いて皆さん。これがまた悶絶なんですよ。ちょっと前半歌ってみましょうか。ワン、ツー、ワン、ツー。あなたは風のように目を閉じてはゆく上で何を思っているんだろうか。こんな感じです。これはだから歌う、弾くだけでもね、結構なもんなのに、歌うんですか。しかもこの歌も簡単じゃないですからね。こうまたいでいくこのフレーズ。この素敵なメロディーなんですけど、これはなかなかノートレですね。まあまあこれもう練習あるのみとしかもう言いようがないんですよ。なんでまずはこの、タンダダン、タンダダン、タンダダン、これをひたすら、体でリズムを取ってください、こうやって。このストップがかかるこのね、かっこいいんだこのフレーズが、ギターフレーズが、ぜひこれなんとかものにしていて、このふんわり感、ガチャガチャなっちゃうと台無しですから、これガチャガチャなんないようにするにはちょっとね、抑えめに弾くのがいい。これ力入れすぎるとダメですよ。なんかバキーってなっちゃダメよ。優しく、ここがちょっと難しい。で、ここのね、一番最後の方から、ね、キメが、すごいキメが入ってくるんですよ。ちょっとどんどんいきます。まぶた、2番、ぶたを開いていたあなたの目は B ドローの後、少しだけ春の匂い、ここ G7、がした、だんだだ、つたたたたたたた、この後からすごいキメが始まります。ちょっとゆっくりやると、そのキメのとこから、Em7 から、つたつたつかだがだがじゃん、すごいでしょ。まず最初、つくたんは Em7、つつたんつたんアップで E7、つくたん今 E7 です。その次、Gm7 です。あ、ね、これね、もう一回最初からつつたんつたんつダン、 Gm7 はダウンです。ちょっとゆっくりやりますよ。 Em7 から、せーの、つつたん E7 たんつG7 ですね。Em7、E7、Gm7、Em7 で、その後 G7 で伸ばします。ドーンです。もう一回ちょっと練習。ワン、ツー、スリー、フォー。ツッタ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 ッ一回でこれやって、つたたたたたたたつくたつたつたつかたかたか伸ばす。はてにってなっていきます。ここがちょっと難しい。これカッティングです。つく、このつくがもうカッティング。つくた、Em7。ちょっとめちゃくちゃゆっくり口で言うよ。せーの、つく、Em7、E7、Gm7、ただがだが、今のところは G7 ですよ。ここ難しいんだよな、このタイミングが。もう一回、少しだけ、少しだけ、あるの
匂い。かしだ一回シーフやってツタダダダダダダツクタツタツタツカツカタカダンチンチン派手に止まります。 G7 でここが一番難しいな。でサビは8ビートのチャ、疾走感満載でいきましょう。今までずっとここまでをツタンダダンツタンダダンってやってきたから、急に普通の8ビートのチャがもう弾けないんですよ。そっちに慣れちゃって、ここがかなり難しかった。なんかここで派手に派手でってこう裏になっちゃうんですよ、慣れちゃって前半で。ここがねポイントで、ここちょっとやってみると、最初キメがあります。ハレミハレハナユサケ、ここさっきの簡単バーと同じですけど、ハハナユサケうん A マイナー3つ、はい、ここはでもねすぐできると思う。ハレミハレハナユサケですね。あとはもうずっとシンプルなんですけど、最低はあ、シンプルじゃなかった、この後決めが入るんだ。最低はあるのせツタータツタータツタタタタタタタ A マイナーでツタータツタータ A マイナーズタータ G7 ズタータ最初のチャですね、チャタータ G7 もチャタータ次 C でチャタタタタタタ、これが畳みかけてくる、これおかず、おかずって言うんですよ、こっちタタタタタっつうのはね。ちょっともう一回やってみましょうか。さあ、ハレミハレハナヨサケエエエサイデハルノセツタタツタタツタタタタタタタ、かっこいい。これはもう畳みかけてください。で、ここね、8ビートのチャが気持ちいいから、テンポもね、めっちゃ速くなっちゃいがちなんで注意ですね。で、その後は、ずーっと流していって、この、ツタタタタっていうの途中でまた出てきますからね。ツタタタタっていうのは、さっきも出てきたように、最初、チャを弾いといて、はい、こういうガスです。これ、おかずと言って、次のバースにドーンと行くための、まあ、盛り上げるおかずというふうに言われているものなんですけど、これをどんどん入れていきますということですね。で、その後、サビを続けていって、最後のラストでまたね、イントロのあのフレーズに戻るんですよ。そこでね、ちょっと優しくなりたい。やっぱり前半イントロから A メロ1番に2番っていうのは、ちょっとレベル抑えめです。このリズムね。サビになったら、ダンスダンダダダダンってフルでいきたいわけですよ。このメリハリをつけたいんですよ。なんで最後サビが終わった後、ラストでイントロのフレーズに戻るときは、ボリュームを下げる。これがね、難しいです。最後やってみましょう。あの、こうやって終わります。C でダンと終わる。この辺のね、力加減がね、サビ全開で言っといてからのこのエンディングの、優しくなる感じ。いやー、これはな、まあ短いんですけど、このテレビのオープニングのね、長さなんで、長さは短いんですけれどもですね、奥が深い、ギュッと詰まったね、内容となっております。ぜひじっくりこの、取り組んでもらって、やっぱりどうしたってこのフレーズに、まあ、今日はつきますかね。これかっこいいじゃん、ここ。これぜひやりたいでしょ。じっくりじっくりも何回も何回もやって、体にこう、なんとるか、染みつかせてください。繰り返しが大事になると思います。そこで歌うんだもんな。やっぱりだから、最初も言ったけど、シンプル簡単バージョンで、歌は歌でしっかり別でこう頭に入れといて、後でガチャッと合わせる感じがいいかなと思います。あとアニメのね、このムードをたっぷり頭で感じながら、感情を込めて歌っていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。ヨルシカの春、ガゼレレルかっこいいバージョン、やってみる !1、2、1、2、3、4。Yeah.
ヨルシカの春ガズレレ流かっこいいバージョンやってみた。かっちょいいですね、このなんていうのかな、このすっきり透明感がある、なんかだけどちょっとね力強さを感じる、このパワフルな曲。いやすぐにはできないですよ、これは かなりハードル高いですけど、まあまずあのアニメのねちょっと短いバージョンなんで、まずここから第一歩始めていきましょう。はい、こちらの方が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分が、これそれぞれ200曲収録というね話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売していますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではねアプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらっていいなと思ったら、1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもね Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですねもう一個やってるんですよ。これガズピアノ、これ超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そうだから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室、ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなんで可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともはね、いろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよって勧めして教えてあげてください。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。